はい、トメトです。では、アイスボーン続きでやっていきたいと思います。今回はですね、また、装飾品がなんかもらえるようなクエストがあるので、それをちょっとやっていこうかなというところで、相手がね、まあ、カンタロスとかなんか虫系なんで、今回は、砲丸を使ってやってみようかなと思います。はい。では、クエストはフリーの2の、これ、虫ってやつです。何の装飾品がもらえるのかちょっとわかんないんですけど、やってみたいと思います。全然被害しそう。15匹。一緒にこれ素材を取っていけばいいかもしれない。素材集めに。ランゴスタが15で、カンタロスが20ですね。近接だとね、結構大変なんで、ランゴスタ。棒板とか使った方が楽ですね。素材がうまい。湧いた湧いた。見えない。次はこっちっすね。あっちか。割りたくねえ。あっち間違えた。この上か。これっぽいな。
使った方が早いかもしれハンタルス結構硬いので、毒の弾使うか、別の強い弾使った方がいいっぽいです。なんか来た。外中駆除が。はいない。来た。か。これで来たし。OK。
はい、ということで、まあ、セリエナのマカレンキンの人に話すと、やる問題ね。それ何がもらえる？ありがとうさん。対麻痺玉2ですね。麻痺耐性かがもらえるみたいです。はい、ということで今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄にTwitterリンクも貼っていますので、よかったらフォローもお願いいたします。それではまたです。